ヒラリー・クリントンがもう大きなウェイトを占めてね、政策に絡んでたというようなところもありましてね、しかもその辺がもう副大統領よりもかなり権限のあるところで動いてたというようなもう実績がものすごいあるわけですから、誰が考えてもね、だからまあ国務長官やった時にもね、彼は彼女はできたわけですね。だから皆さんも見たことあると思うけども、国務長官を辞めた時ね、オバマ大統領は再選して辞めた時ね、もうオバマ大統領はテレビの前でね、私が今まで見た中で一番最高の国務長官でしたと賛辞を送ってね、辞めていくわけですよ。で皆さんね、どうですか、このヒラリー・クリントンさんの顔を見てね、どう思われますか。ここがね、まあ、最近日本人は人間に対する判断力というか、とかその味覚において もう味覚音痴になってるいう日本人で、まあ、人間に対して もう味覚音痴になっとんちゃうかと思うからね、正しい判断はできないけど、普通そういう味覚音痴でなかったらね、人間って顔を見りゃね、大体に人となりのが分かるもんだという。それはどうですか、皆さん、それはそうやと思いますか、それともいやそんなの分かれへんわ、私にはそんな顔見ただけでこの人がどんな人間やどうやこうやの分かれへんわ、いう皆さんどっちですか、分かりますか、顔見ただけでこの人はどういう人物やとかいうのはどうでしょうか。自分はまあ大体その人の人相とか顔の雰囲気見たら、大体この人間こんな人間やないの、大体見えますよという人手を挙げてください。少ないな、3人ぐらいしかいないんですか。見えない、わからないんですか。こうしたら逆に聞きますけど、ヒラリーさんの顔を見てどう思いますか、あの人の顔、まあ、僕は今こういう話の中で質問してんねやから、まあ、それは答えの僕の答えのお分かりがあると思うけども、あの人の顔を見てどう思いますか。どうですか、どう思います。顔を見て分かる人でしたから、例えば女の筑田さん、若い時に比べたら年取ったなってそんな返事になっていいですが、そういうあの、ね、年季の入った表情になってきたから、先生おっしゃるように国務長官を経験して、その次大統領もできる顔してると思います。それも僕はちょっと